今回のテーマはこんなに違う自宅トリートメントとサロントリートメントはどれほど効果が違うのかについてお伝えしていきます。営業中よくこんなご質問やご相談をいただきます。サロンでのトリートメントはいいんだろうけど何がいいんですか？私には必要でしょうか？今回はね、そんなご質問にお答えしていきます。結論からお伝えしていきます。自宅トリートメントとサロントリートメントの違いについて、1、コルテックスやメデュラへのケアはサロントリートメントならではの圧倒的な違い、2、バージン毛にも有効な事前保護にもなる、3、サンレストリートメントという選択肢も生まれ、ベースによっては効果絶大、4、エイジング毛にはほぼ全ての方に有効、5、稀にトリートメントが有効となり得ない元気すぎるバージン毛もある。以上になりますね。解説していきます。1、コルテックスやメデュラへのケアはサロントリートメントならではの圧倒的な違いがあります。毛髪は3層構造でできているんですね。キューティクル、コルテックス、メデュラと呼ばれてます。日本語で言うと毛表皮、毛皮質、毛髄質と呼びます。わかりやすくね、のり巻きで例えると、のり巻きも同じ構造なんですね。のり、米具っていうのがあって、この毛髪の3層構造っていうのが、のり巻きと同じ構造なんですね。なのでね、こののり巻きを使って例えていきます。自宅ケアでは、のり、またはのりに近いお米の部分、なので一番外側らへんのところまでが、トリートメントの効果として得られる部分。サロンケアでは、のりと具に近い米の部分、なので中心部に近いところまでがケアとして影響が可能となります。フェイシャル、顔面でいうとね、化粧水を使用してから乳液とかクリームを使うように、分子の細かいものから数段階に分けて浸透させることで深く浸透とか修復をしていくことが可能になります。既存のサロントリートメントとのね、ここまでの違いがありますっていうね、こういう動画というか画像も見てね、あ、こんなに変化があるんだなっていうのをご参考ください。通常自宅のお風呂場でのシャンプー後のトリートメントは一つのトリートメント剤でケアをしていくため一翼式と呼ばれています。サロントリートメントでは複数のトリートメント剤を分子の小さいものから順番に数段階に分けて浸透させていくことでケアをしていくんですね。ちなみにね、アゾールプライベートサロンでは5つのトリートメント剤を順番に浸透させていくので、5浴式っていうね、その複数式の寝浴式で、ケアをしていきますね。そうするとトリートメント効果は長く持続することができて、毛髪内部に残っているトリートメントの保持期間っていうのはだいたい10日から20日ぐらいになるんですね。手触りとして感じられる期間はその、ね、半分ぐらい、5日から10日ほどになります。この期間は髪質とか、それぞれのヘアケアのね、セルフのケアによって変わってくるため、サロントリートメントの効果はざっくり言うとおおむね2週間ぐらい、だいたい約2週間ぐらいなんだよって覚えておいてもらえるといいかなと思います。2、バージン毛にも有効な事前保護にもなる。フェイシャルケアやスキンケアと同様に毛髪も乾燥っていうのが、とてもダメージとかエイジングに直結するんですね。毛髪を乾燥させないようにトリートメントによる保湿力やプロテクト力、守る力を施すと、その守る力としてはとてつもなく効果的になるんですね。なのでカラーやパーマを行ったことのない傷んでないバージン毛だとしても、トリートメントを事前にすることによって毛髪の美しさ、健康状態というのを長く維持楽しむことが可能になります。例えばドライをするときにももちろん有効なんですが、もっとね、特にヘアアイロンやコテ、ホットカーラーなどの高熱でのスタイリングをするときは、事前に洗い流さないトリートメントを使用すると高熱や乾燥から髪を守ることができる、とても有効になるんですね。そういった熱によるダメージもあるんですが、日常の中では紫外線のダメージも毛髪多く受けているんですね。そうするとカラーやパーマを行ったことのないバージン毛だとしても、日々の熱処理でのダメージとか紫外線のダメージによってヘアトリートメントは有効であると言えます。
より上質なヘアスタイルをお求めなのであれば、美容室でのヘアトリートメントはおおむね誰にでもお勧めできますね。サロントリートメントであれば、お客様のご希望や髪質に合わせてトリートメント剤をこう調整したり調合することもできるので、ダメージの有無に関係なくよりお求めになるのであれば、美容室でのヘアトリートメントはおおむね誰にでもお勧めできるようになります。3. 3列トリートメントという選択肢も生まれ、ベースによっては効果絶大。2018年から3列トリートメントという新しいトリートメントも美容業界に生まれたんですね。これは今まで物理的に科学的に不可能であった毛髪の強化というのが可能になりました。これによって既存のヘアトリートメントはまた違う修復効果や仕上がりを提供することが可能となりました。名前のごとくね、酸と熱の力、新しい力で異民結合という新しい結合を作ってね、その毛髪の芯の部分まで作用していくことができるようになりました。なので酸熱トリートメントの効果は1、2ヶ月持続することが可能となりました。ただし酸熱トリートメントはエイジング毛、ダメージ毛など条件が的確でなければあまり有効となり得ないので、どんな毛髪、どんなヘアスタイルにでもおすすめできるよっていうトリートメントではございません。そこはご注意ください。これはね、そのお客様の毛髪や状態やご希望により的確か不的確かっていうのは様々になります。なのでまずはね、担当の理美容師にご相談ください。アゾラプライベートサロンのお客様は僕に聞いてください。3列トリートメントについては次回の次の動画で解説していくので、気になる方はぜひ次回の3列トリートメント動画もご覧ください。知らない方が普通です。髪質改善3列トリートメント初めてのお客様向けに解説、こちらの動画ですね。4エイジング毛にはほぼ全ての方に有効。毛髪にもエイジングがあって、事前のケアが必要になってくる時がいつか来るかもしれない、あるかもしれないですね。その知識としてはこちらの、ね、過去動画もぜひご参考にください。知るか知らないかで大違い。髪も年を取ります。1毛髪の老化エイジング編、こちらの動画ですね。要はエイジングによって毛髪はとても弱くなってくるので、サロントリートメントはとても有効になる可能性が非常に高いんですよってことですね。でここも3列トリートメントが有効になる可能性もあるので、そちらをね、ご相談くださいというところですね。5まれにトリートメントが有効となり得ない元気すぎるバージン毛もある。まれにね、傷んでなさすぎる毛髪、健康毛すぎるっていうね状態の毛髪もあって、トリートメントをすることでサラサラになりすぎちゃって逆に扱いにくいっていう、すごい元気な毛髪もあるんですよ。そういった毛髪はサロントリートメントをおすすめしない場合もありますね。正直ね、そういう状態のね、健康毛というかサラサラ毛の方は傷んだ方が扱いやすい場合が多いんですよ。なので、まあ、カラーだったりパーマーをすることでダメージが加わって少しきしむとか硬くなる方が扱いやすいとか、まあ、紫外線とかドライの熱で、まあ、乾燥もよってちょっと硬くなる方が扱いやすいという方もたまにいらっしゃるんですね。まあ、なので、まあ、それはもうご希望の好みの世界なので、傷んでるキシキシしてる方が扱いやすいよっていう方も存在するよっていうのもあるので、どんな毛髪に対しても必ずヘアトリートメントをしっかり行った方が良いっていうわけじゃないんですね。まあ、ただし、まあ、適度にね、適切なケアっていうのは必要なので、何もしなくていいっていうわけではないです。ただトリートメントが有効となり得ない場合もあるんだよっていうのもね、情報としては一つ知っておいてもらえるといいかなと思います。まとめいきます。こんなに違う自宅でのトリートメントとサロンでのトリートメントはどれほど効果が違うのかについてお伝えしていきました。1コルテックスやメディアへのケアはサロントリートメントならではの圧倒的な違い。2バージン毛にも有効な事前保護にもなる。3
3ネストリートメントという選択肢も生まれ、ベースによっては効果絶大。4エイジング網にはほぼ全ての方に有効。5まれにトリートメントが有効となり得ない元気すぎるバージンもあるということでした。サロントリートメントならではのできる仕上がりの幅と質に対してより良い提供ができるっていうのは、もう概ね約束できます。まずは一度プロがね提供するサロントリートメントの効果をご自身で体感してほしいなと思っております。サロントリートメントでね今よりもっと美しくできるよっていうのはね、ぜひ期待してもらえたらなと思います。